こんにちは、萩です。今回はこちらの商品、骨伝導イヤホンを紹介していきたいんですけども、メーカーがですね、なんとこれスントの骨伝導イヤホンが登場したので紹介していきたいんですけども、スントといえば、スマートウォッチのね、イメージ印象が強いんですけども、今回骨伝導イヤホンということでかなりね、注目を浴びてる商品になります。で、僕ね、今までね、いろんな骨伝導イヤホンを使ってきたんですけども、今回ですね、スントさんからご提供いただいたんですが、なんかですね、アクティブシーンにはかなり充実した素晴らしいいい機能が満載なので、ぜひ使ってほしいということなので、この後ですね、初めて使ってみて感想をお伝えしていきたいと思います。じゃあ早速中身をね、開封していきたいと思います。パッケージこんな感じ、紙もねしっかりしてて、この箱もねかなりね頑丈ないい箱、高級感のあるね箱になります。早速開けていきます。ちょ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 ん、おー、いいね、高級感あっていい感じになっております。ちょっとね中見ていただきますね。これは冊子かな、あ、そうですね、なんか説明書みたいな感じです。後ほどねゆっくり見ていきたいと思うんですけども、パラパラめくりましょうかね。こんな感じ、はい、後ほどゆっくりと見ていきたいと思います。そしてこれ充電器かな、見てきてますね、はい、充電器、あ、これですね、耳栓がついているのと、中がね充電器ですね、こんな感じ。あ、スントオリジナルの充電器です。多分おそらくこれ本体につけるタイプですね。これも後ほどチェックしていきたいと思いますね。こんな感じ、かっこいい。そしてこれですね、これなんだろう、あ、袋だ、商品を入れる袋。あ、これめちゃくちゃいいね、なんか質感もいい。ちょっと開けまうかな、こんな感じ。おお、これはいいぞ。スントオリジナルのロゴが入って、中に商品をそのままガポッと入れる感じ、持ち運び巾着。あ、いいね、これはかなりいいポイントですね、嬉しいポイント、はい。おー、こんな感じです。じゃじゃじゃーん、ケースがついている。あ、まずパッチン止め、あ、これ止めてるんだ。ケースがついていて、これが台になるんだ、こういう感じですね、台になる感じ、はい。あ、違う、これあれだ、モバイルケース、あ、モバイルバッテリーになるんだ。これ自体も充電しといて、この中に充電を貯めとれける。で、こっちの本体の充電がなくなっても、ここに入れることによっておそらく充電ができると。で、さっきのケーブルは多分こっち本体にねつけて、あ、ここですね、ここにつけるタイプだ。ここにつけて、さっきのは充電して、この本体も充電できるし、こっちのね持ち運び用のモバイルバッテリーも充電しておけば、ダブルで充電ができるということなので、かなりね長い時間、長い時間走るランナーにとってはかなりいい機能かなと思ってます。おお、デザインこんな感じ。こう色違いのねブラックもあるんですけど、この赤の方がねなんかちょっと色味があっていい感じですね、はい、こんな感じ、ちょっと高級感あっていいですね。ちょっと早速ね試していきたいなと思います。ちょっとこの後商品を実際つけてランニングして、ブレとかフィット感とか音量とかね聞いていきたいんですけど、1個ね超いいなと思ったのがすでにありました。まずねこれ、さっき見たように、本体があって、台ですね、持ち運びできるバッテリーがあって、それをパチンって止められる、このなんていうの、パッチンって、これ超良くない？いつも骨伝導イヤホンっていろんなの使ってるんですけど、基本的にはこの本体だけだから、つけてますよね。で、音楽聴いてる時はいいんですけど、その後使わなくなってちょっと置いときたいなと思った時、置き場所がねなかったんですよ。ここにかけるか、バッグの中にガサッて入れるか、このね袋すらないものが多かったんです。そんな中、バッテリーと一緒になってこのバコンっていうはめる、これ超いい、しっかりしてるからもうこれで取れないし、これをこのままこの袋の中に入れてあげるということができるわけですよ。これはね、僕たちそのランナーというかアクティブシーンというかスポーツをしている方がにのことをよく分かってらっしゃる、これは嬉しい。こうやって持ち運びできるポッケとかに、なんかねどうしようかいつも悩んだんですよ。これはこんなにね嬉しいポイントなので、こんな感じ、絶対に落ちない感じ、はい、早速いいポイントを見つけましたけども、実はこの商品スントのアプリと連動することによってスマホでこう操作いろいろ設定ができるんです。で、この画面がそうなんですけども、スントウィングで、このね例えばこのねヘッドジェスチャーコントロールっていうのを押
すと、これねちょっといい機能で、音楽をつけてる時の機能で言うと、首をね2回クックッってやると音楽が次の曲に変わる。なんで走っててこう操作してするんじゃなくて、走りながらクックッってやると音楽が次に行けるので、自分のね気に入った音楽まで飛べるという機能。これをねポチって押すとその機能がやると。ちょっとやってみようかな。なんかこれ意外にもしかしたらいい機能かもしれない。ちょっと今音楽を流してます。でさっきのこのヘッド自体がオンになってるんで、今音楽流れてるんですけど、あ、変わった、ピコーンってなって、これ意外にねちょっと使える機能かもしれないです。はい、ありがとうございます。あとねちょっと聞きたいのが、もう一個ねいいなと思ったのがあって、このねサウンドモードってあって、これ標準と屋外っていうのがあるので、基本的に僕外で走ること、外で使用することが多いので、まあこの屋外っていうところにすると、まあ屋外の騒音とか環境にまあ適したね、まあ音とかノイズとかをうまく消してくれるということなので、まあ家とかね部屋で聞くときは標準にして、外でスポーツシーンとかはこの屋外にするとよりねいい音で聞けるということになります。これもねいいですね、選べるのがいいポイント。あとはねこのね見て LED ライトっていうやつなんですけど、これね僕いいなと思っていきます。今が何もついてない状態ですね。はい、今ちょっとつけます。こんな感じ。これが常時ライトで常にずっと光ってる状態で、他にもね点滅とかもできるんです。これ点滅バージョン、チカ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 で、これ SOS ですね、チカ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 みたいな感じで動いてる感じですね。こんな感じ。これはいいよね、夜とか走れるから。けどこのライトがあると、まあ、車とかね歩行者他の方にね、まあ、気づいてもらいやすいので、これはねよくね作ってくれたなと思います。なんでランナーのことをよく分かってる方が開発してくれたんだなっていうよね思いがねあります。はい、いろいろねこう設定とか細かく出るんでね、あとね興味の方ね見てほしいなと思います。早速ねちょっとランニングフィット感なんでね試していきたいと思います。じゃあランニングしていきます。まず音、あ、音量ちょっとチェックした方がいいですよね。音漏れか、音漏れチェックしていきたいと思います。普段聞いてるぐらいの音量をまずします。これぐらいかな、今音楽流れてて普段僕が走る時に聞いてるぐらいの音量、音漏れチェック、こんな感じ。これねいつも自分でやってるんですけど、自分ではわからないっていう、後々になって音漏れ感がわかるっていう感じですね。これが普段聞いてる感じなので、これで音漏れあるかどうか後で僕もチェックしていきたいと思います。なんか聞いてる感じだと音漏れなんかなさそうな感じします。どれぐらい上げると音漏れするのか、これがマックス、これがもう本当にね耳が痛いぐらいの音楽ですね。これはさすがに聞こえると思うな。でもこれじゃあもううるさくて聞こえないぐらい、もう振動も強くて、で普段よりもちょっと上げてる感じ、テンション上げたい時ぐらいがこの音かな。はい、後でチェックしていきたいと思います。これ音漏れなかったらいいね。はい、過去の他のイヤホンと比べてどっちがいいかちょっとね後ほどチェックしていきたいと思います。よし、じゃあ走っていこうかなと思います。あ、フィット感は結構いい、ブレる感じはない、音もしっかり聞こえるし、あいいね、ブレる感じないな。もちろん汗は OK、 雨は OK、 顔の洗えるこのまま。ということでスントウィング試してきました。まずね音漏れチェック僕自分でもしました。そしたら音漏れは今までいろんな骨伝導イヤホン使ってきましたが一番音漏れは少ないかもしれないです。まあ普段聞いている音量もしくはちょっと上げたぐらいだとほぼね外だと聞こえないぐらいで、マックスの音量にすると若干音は漏れるなって感じがあるんですが、何の曲を聞いてるか分かんないぐらい、これは今までの骨伝導イヤホンで多分一番ね音漏れは少ないかなと思ってます。でフィット感はまあ特別良くもないしめちゃくちゃ悪いってわけじゃないので、
まあ、他のメーカーとほぼ同様かなと思うんですが、あと音質ですね。まあ、音質も決して悪くはないんですけども、僕普段ね、家の中で聞くときは、まあ、耳を塞いだりするものを使っているので、そういったものと比べると、やっぱ重点音とかの響く感じはちょっと弱いかなっていうところがあります。なので、めちゃくちゃいい音で聞けるかっていうと、そこではもないかな。ただ、ランニングシーンとか、まあ、スポーツシーンをメインとして使うことが多いので、そうなってくると、決してね、まあ、気にはならないレベルかなというふうに思います。なので、フィット感はいいし、まあ、音漏れしないっていうのは、かなりポイント高いかなと思います。なので、走ってるスポーツシーンだけじゃなく、まあ、電車の中とか、通勤の時にも、まあ、使い勝手がいいということなので、ぜひね、おすすめだと思います。まあ、デザインがね、結構良くて、かっこいいのと、僕気に入ったのは、あの、持ち運び、あの、バチンっていうのと、モバイルバッテリーが付いてるのは、めちゃくちゃいい。いつもね、こういうのを使わないときは、耳に置いたりとか、このままね、バッグに突っ込むんですけど、なんか折れないかなとか、すごい心配だったので、まあ、持ち運び用としてね、機能してるのはいいかなと思います。なので、ランナーの方の気持ちがよくわかってらっしゃる。あ、この LED ライトとかもね、気持ちがね、分かってらっしゃる方がね、作ってくれたという証拠なので、ぜひね、まあ、スポーツシーンとか、ランニングする方はね、おすすめです。作って、ぜひね、使ってみてほしいなと思います。